1> 第1軍団はアメリカ陸軍の軍団の一つ。陸軍総軍の指揮下に入っており、必要に応じて艦太平洋地域におけるアメリカ陸軍の活動を監督する任務を持つ司令部、部隊である。司令部はワシントン州フォートレイスに置かれている。平時は予備役の訓練、管理も担当している。現在の司令官はランディエ・ジョージ中将。 創設されてから現在までたびたび解散しているため一貫した歴史を持つ部隊ではないがアメリカ陸軍の軍団の中では最も長い歴史を持つ最初の創設はアメリカ南北戦争の時である1898年の米西戦争にも参加している第一次世界大戦第二次世界大戦にも参加し第二次大戦では太平洋の当初で 日本軍と激戦を繰り広げている。日本占領時には司令部を京都に置いた。戦後は朝鮮戦争に参加した以外は実戦に参加せず予備役の訓練に努めることでソ連との全面戦争に備えた。冷戦終結後も予備役訓練の任務を担い湾岸戦争にも多くの予備役部隊を送り出した。軍団の責任区域は関体平洋地域であり、危機に際しては 太平洋軍の直轄下で1個の統合任務部隊として機能するか、もしくは太平洋陸軍令下の軍団司令部として機能する。軍団は韓国防衛及び日本防衛について作戦計画を準備している。また、フィリピンやタイの防衛、その他太平洋地域の提供度紛争への介入の、他人道的援助や大量難民対処などの、 戦争以外の軍事作戦についても準備している。第一軍団司令部は、米軍再編の一環で、神奈川県ザマ市にある陸軍キャンプザマへの移転が予定されている。すでに移転の準備の一環として、前方展開司令部がザマに設置されている。司令部移転後は、韓国中流陸軍部隊を含む、西太平洋全域の陸軍部隊を指揮下に収めるなど、 複数の再編案があるとされているが、未だはっきりした形は示されていない。第一軍団組織図2012年10月には、軍団において、第7不評次第が再開体された。その旅団には、以前から軍団に属していた第2不評師団の旅団名称が残っている。ありがとうございます。